みなさんこんにちは、みのりんです。今日はじゃーん、直液型の石鹸を作ってみました。中には小さい隅っこ暮らしの石鹸が入っています。実際に使えて可愛くできたと思うので、ぜひ見てください。では早速始めてみましょう。はい、隅っこ暮らしのチョコデコエッグを買いました。これを使って今回は石鹸を作っていきたいと思います。中にはチョコエッグ用の型とこの可愛い袋もついてました。これで一つのチョコエッグができる型ってなってるんですね。今回もこのグリセリンのクリアソープを使っていきます。まずはグリセリンの石鹸を細かく切っていきます。すごく柔らかいので結構簡単に切れちゃいます。細かく切ったら耐熱のボウルに入れて電子レンジに入れていきます。では電子レンジに入れていきます。結構すぐに溶けちゃうので10秒から20秒おきに確認しながら溶かしてください。石鹸がこれで完璧に溶けました。そしたらこの無糖のココアを混ぜていきます。で、前回ちょっと入れすぎてしまったので今回はもうちょっと少なめにして入れていきます。しっかりとかき混ぜてください。では早速この型の中に入れていきます。ちょっと初めて使うのでどれぐらい必要かがわからないので、ちょっと多めに入れていきます。これを冷蔵庫に入れて冷やしていきます。卵が固まるまで待っている間はこっちの隅っこ暮らしの方の石鹸を作っていきたいと思います。同じようにグリセリンの石鹸を使っていきますが、半分使うことにします。では早速切っていきましょう。これ完璧に透明なので、このグリセリンの白色をちょっとつけていきたいと思います。これを入れることによって不透明度を高めていきたいなと思います。これでまた温めていきます。はい、結構ミルキーないい感じの色ができました。そしたらこれを型に流し込んでいきます。まずは白クマはこのままの色で流し込んでいきます。黄色の食紅をちょっと入れていきます。ではこれが固まるまで冷蔵庫の中に入れておきます。はい、チョコエッグの方が固まりました。おー、爪楊枝を使いながら綺麗に型の中から取り出していきます。こっちの方が固まったので型から取り出したいと思います。そしたら最後にチョコを使って目と鼻を描いていきます。はい、こんな感じでできました。はい、残りの白い石鹸を使って細かいパーツも作ってみました。はい、では最後にこの中にパーツを入れてくっつけてチョコエッグにしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたか？せっかく作ったのでちょっと使うのがもったいないんですけども、プレゼントとかにもすごくいいかなと思います。実はこのチョコデコエッグなんですけども、グデタマバージョンとかもあったので今度作ってみたいなと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録のボタンを押した後にベルのボタンが出るので、それを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバーイ。